皆さんこんにちは、ゾベです。今回ですね、サービス開始から2ヶ月ということで、無課金アカウントの育成状況っていうところをね、紹介させていただこうかなと思います。まあ、ジェム運用とか、まあ、1日のプレイ時間っていうところを紹介させていただいて、まあ、どれぐらいジム使って、どれぐらいプレイすれば、まあ、こんだけのレベル、まあ、エンブレムの所持数になるのかっていうところをね、参考にしていただけたらなと思います。まだね、この動画、1ヶ月の時点でも出してまして、その時との比較っていうところもね、していこうかなと思います。ということで、早速内容の方に入っていきましょう。まず、ジェム運用からですね。現在の所持数が 12,110 ジェムとなっております。まあ、これがですね、サービス開始1ヶ月の時点では 19,40 ジェムと、で、まあ、どのようなジェム運用をして、まあ、こんだけのね、増減があったのかっていうところも一緒にね、見ていこうかなと思います。現在ですね、毎日5割しております。まあ、ここはね、毎日6割以上とか4割以下とかはなくて、本当にきっちり毎日5割といった感じにしております。で、スキス系の購入は、週だいたいね、120枚から150枚ぐらい購入してますかね。100枚の分は週のね、毎週100枚の分は全部購入して、毎日10枚の方はね、たまに買ってなかったりするんですけど、まあ、ここはね、ちょっと気分次第で購入したり、購入しなかったりといった感じで、まあ、だいたい週120から150枚ぐらいかなと思います。で、次が、超級ウルノーガンドルナーガですね。これはね、金バッジ120個ですね。配布の分が28個で、合計148周でね、S3 つ作ることができましたね。で、次が、超級鬼コンボは、まあ、現在金バッジ80個使用してるんですけども、まだ S2 つなんですよね。なんで S3 つ予定なんで、こっからはね、まだ購入予定といった感じになっております。で、1ヶ月の時点からガチャにね、ジェムは一切使っておりません。なんで、まあ、この1ヶ月本当に配布の分のチケットしか引けてないような感じですね。まあ、なんで、今のところ引いてるガチャは、ま、リセマラでメタスラ剣50連と、男神の杖が50連といった感じになっております。まあ、このジェム運用について僕が思ったところなんですけども、まあ、毎日5割、まあ、超級 S3 つ、スキチケ全購入って、ま、結構環境についていったりと、まあ、どうしてもここら辺をやり込みたいところではあるんですよね。まあ、なんで、この3つに対してジェムを使っても、まあ、月に1万ジェムくらいは、ま、貯めさせてほしいのかなっていうのが正直なところですね。まあ、本当にね、このままだと、ガチャね、ずっと回せないんじゃないかなと思ってますね。まあ、蒸気のような使い方で、この1ヶ月に溜まったジェムが1200ぐらい。まあ、これ鬼コンボを S3 つまで使えば、おそらくマイナスになりますので、まあ、ガチャ引く余裕っていうのは本当にないですよね。まあ、なんで、配布量、まあ、ジェムの配布量調整ですね。ここちょっと増やしてもらうか、まあ、超級バッチにね、ジェム本当に取られているんで、ここの値下げといったところか、まあ、スキチ系購入ってとこも、まあ、結構の割合になってきているので、まあ、周回緩和でスキチ系がいらなくなるという感じにしてもらうだとか、まあ、何かしらのね対策ってところは必要になってくるんじゃないかなと思っていますね。まあ僕の感覚ではジェムの収支がね、この1ヶ月ガチャ引かずに、まあ、周回とかに使ってるだけで収支がねマイナスになってしまうっていうのは、まあちょっとねバランス的には良くないんじゃないかなと思っていますね。で、次、1日のプレイ時間について見ていこうかなと思います。まず、スタミナですね。スタミナはすべて高難度に使用しております。まあ、今、ティランドライナー出てるんですけど、ここはね、もう全部スキップのみで終わらせましたね。周回は本当に、まあ、動画撮るよとか、まあ、それぐらいしか使ってなくて、本当にスキップだけで終わらせたような感じですね。で、常設高難度は、もうスキップチケット全く使ってなくて、逆に今、オート周回してると、僕もテラノライナー S3 つ作ったんで、最近はね、毎日、まあ、手動周回というか通常周回で、オートで周回してるような感じですね。で、まあ、スキチキはね、一応購入してるんで、まあ、ちょっとずつ貯蓄して、で、テラノライナーとか、ちょっと難易度が高かったり、めんどくさそうな周回のやつが来たら、ここにスキップチケットを使うといった感じの流れの、まじ、スキチケ運用にしようかなと考えております。で、次、大会モードは1日、ま、だいたい3回から多い日で10回ほどプレイしてるのかなと思います。で、現在、アイスゴーレムは S1 個、A2 個ですね。で、ドラゴンが S1 個と。まあ、できればね、S3 つずつ作りたいっていうのが、まあ、正直なところなんですけど、多分ね、これ間に合わないんじゃないかなと思ってますね。うん、まあ、この大会を本当にプレイする時間っていうのが、確保しづらいっていうのが、まあ、現状の、まあ、チャンピオンと良くないところかなと思っております。まあ、大会をもっと周回したいけど、まあ、高難度や上級周回にね、時間を取られてしまうので、まあ、なかなか時間を作れないという感じになっているのかなと。で、もう一つ問題点あるとすれば、まあ、大会のアイスゴーレムですよね。
まあ、これね、アイスゴーレムのエンブレムとか、ドラゴンのエンブレムが落ちるようになったのは、めちゃくちゃいいことかなと思うんですけど、まあ、配置とかが毎回同じなんで、周回の作業化っていうのが、すごく、まあ、ちょっと感じるんですよね。まあ、ここに関しては、エンブレムがね、落ちるようになったばっかなんで、まだまだこれからね、改善してくださるとは思うんですが、まあ、僕の改善挙げるとすれば、まあ、1位から3位くらいに上位報酬ですよね、のアイスゴーレムのエンブレムをつければ、多少緩和されるんじゃないかなと思っております。まあ、せっかく大会をプレイするんであれば、僕はね、このアイスゴーレムとドラゴンを倒して、まあ、やられて、まあ、これを周回するというね、作業家よりも、まあ、僕はですね、どっちかっていうと、まあ、アイスゴーレムとかドラゴン集めるのもいいんですが、アイスゴーレム、ドラゴン集めながら、まあ、1位を狙うっていうね、楽しさ、まあ、大会の楽しさっていうところも、うん、まあ、大事になってくるのかなと思いますので、まあ、この1位から3位ぐらいに、アイスゴーレムのね、エンブレムがついてくるという感じであれば、まあ、多少ね、緩和されるんじゃないかなと考えております。まあ、エンブレムがね、落ちるようになって、大会する人は増えたかと思うんですけど、まあ、目的がね、まあ、どっちかというと1位取ってもらう、まあ、このアイス、大会で、うん、競ってもらうっていうところが目的だと思いますので、まあ、それのための、まあ、対策といった感じにはなりますかね。で、次、レベルについてですね。まあ、1ヶ月の時点からと2ヶ月の時点でのレベルをね、ここに記載しております。まあ、戦士といいますか、あれですね、僕の主人公的な、まあ、一番先頭のキャラクターのレベルを、まあ、表記していると。まあ、戦士が1ヶ月の時点の動画では43でしたね。で、今が48という感じになっております。ここメイン職ですね。で、武闘家が36から40で、盗賊30から40と、まあ、サブを40に目指している段階だといった感じでしたかね。で、僧侶がまだ30から30のままで、魔法使いが30から35という感じになっております。まあ、ということで、まあ、僕のね、今の目標っていうところは、メイン50の、まあ、サブ40といったところですかね。で、メインは大会や高難度で周回でレベル上げて、まあ、サブはデイリーとかスキップチケットの時とか、まあ、長距離周回ですね。長距離コンボとかで、まあ、レベル上げをしているような現状です。で、一応メイン編成というところも紹介しておくと、まあ、戦士、盗賊、武闘家という編成でやっていますね。まあ、ここがね、まあ、ちょっと上級職を見据えて、まあ、レベル上げしていきたいというところもあるんですけど、まあ、初め実装されるとすれば、まあ、バトマスですよね。戦士プラス武闘家のバトマス、魔法使いプラス僧侶の賢者、武闘家プラス盗賊のレンジャーあたりが、まあ、実装されるんじゃないかなと予想してるんですけど、まあ、ここを見据えるんであれば、メイン職がね、まあ、この感じで行くと、バトマス、レンジャーみたいな感じになりそうなんで、うん、できれば賢者にも移行できるようなレベル上げもね、ちょっと視野に入れていきたいなと思っております。まあ、上級職あとどれぐらいで来る感じですかね。早ければ、まあ、来月末とかに来る可能性もあるんじゃないかなと思ってるんですけど、個人的にはね、もう少しゆっくりレベル上げもしたいんで、まあ、もうちょっと後でもいいかなと思いつつ、まあ、もっとね、トップ層はレベルもっとガンガン上がっていってると思うんで、上級職が50で転職できるとかってなると、まあ、早ければ来月末ぐらいにもしかしたらね、来るんじゃないかなと予想しております。で、次、エンブレムの所持状況なんですけども、S と A の絞り込みがこんな感じですね。まあ、ウルノガンドルナが3つ作りましたね。で、鬼コンボはまだ S2 つなんですけど、ここ3つ目指してますね。鬼コンボのエンブレムね、本当に強いので、まあできれば3つ作りたいなというのが正直なところかなと。で、ウルノが2つで終わりましたね。で、アイスゴーレムも3つ目指してるんですけど、まあとりあえずは S1 の A2 といった状況ですね。で、デラヌライナーが S3つ。まあ、ここはね、周回がだいぶ、まあ、緩和されたんじゃないかなと思ってますね。ドロップ率が本当に高くなったので、まあ、スキップさえできれば、まあ、結構楽に、まあ、ストレスなく S3 つできた感じかなと思っております。まあ、今後もですね、これぐらいの難易度にしてくれれば、だいぶね、ありがたいかなと思っていますね。で、ホメロス S3 つで、ドラゴンがまだ S1 つと、で、今ね、テラノライナーの周回終わった後、ずっとボーンファイター周回してるんですけど、通常の高難度のドロップ率が本当に悪いですね。まあ、なかなか落ちない。なんで、まあ、ボーンファイターずっと周回してるんですけど、まだ S1 つ、で、リカントも S1 つといった感じになっております。で、他の S とか A は、まあまあ、大会で落ちるものとか、といった感じですかね。まあ、こんな感じの所持状況になっております。え、次、装備に関しては、まあ、1ヶ月の時点からね、ガチャ引いてるわけではないので、まあ、めちゃくちゃ強くなったわけではないんですけど、ギガントアックスがね、チケットで、まあ、ラッキーなことに出てくれたので、まあ、これを運用しているような感じですかね。で、あとは、まあ、修羅のコン僕2本持っているんで、まあ、修羅のコンが最近本当に役に立っているかなと思います。この武器ね、めちゃくちゃ強いです、本当に。
まあ、大会モードでアイスゴーレムとかドラゴン倒すのにも使えますし、今はね、超級周回の鬼コンボに対してもめちゃくちゃ刺さるんで、まあ、非常に強い武器かなと思います。このなぎ払いも強いし、まあ、あとはね、このミラクルムーンがね、めちゃくちゃ強いんですよね。あのね、高難度のオート周回とかにも結構使えますね。この武器でミラクルムーン打たせておくと、まあ、ダメージを与えつつ回復してくれるんで、まあ、結構オートでも安定感を増すのかなと思っております。まあ、なんで、修羅のコーンを所持されている方は、強化っていうのはね、まあ、必ずしておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、他の S 武器は変わってないですね。まあ、こんな感じの所持状況という感じになっております。リセマラでヒーターメタスラ剣なんですけど、これはね、高難度でまた結構使っていて、あの、ギガントアックスはね、MP 消費がめちゃくちゃ高いんですよね。強いんですけど、天下もその消費 MP がすごいんで、まあ、長期戦のテラノライナーとかの場合は、あの、ギガントアックスで攻撃するよりも、メタスラ剣のミラクルソードで MP を節約しながら自分もね、回復していくといった戦い方の方が安定感はあったんじゃないかなということで、メタスラ剣もね、結構まだ使ってますね。まあ、高難度適正っていうところは、未だにね、かなり高いんじゃないかなと思っております。はい、ということで、まあ、今回はですね、無課金アカウントの、まあ、リリースから2ヶ月の時点での育成状況という感じでね、紹介させていただきました。まあ、1ヶ月との比較もね、させていただいたんですが、まあ、参考になったって方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。